はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、さきです。よろしくお願いします。はい、今回ですね、ちょっとまたハイクリアの、プロテインが、なくなりまして、で、ネットをまたちょっとネットサーフィンしてたらですね、なんと、もうついに見つけました、ホエイプロテインで、人工甘味料、不使用、まあアスパルテムとかね、そういうのが全然入ってない、プロテインをついに見つけてしまいました。はい、で、早速買っちゃいましたね。はい、そいつがこれです。はい、ウルトラバリューって書いてありますけども、はい、リミテストホエイプロテインでございます。はい、リミテストさんっていうブランドのホエイプロテインですね。はい、こちらは内容量3キロ、でかいです。はい、これで筋トレができちゃいそうな、これの手のでございます。はい、で、こいつがですね、成分を見てもらいたいけど、お、映るかな。はい、付属のスプーン3杯で、タンパク質が 25g ね、よいしょ。はい、こっち。はい、ここが、大事なところでございます。はい、プロテインと、ココアパウダーとステビアっていう、まあ、自然甘味料ですけど、しか入っておりません。すごくないですか。3つだけ、中身3つだけ、これね、マジでないっす。もう多分国内のメーカーさんだとまずありえないですね。はい、もう素晴らしいと思います。人工甘味料、香料、添加、はい、もう味付けはココアパウダーということで、まあ、ちょっとどうしてもね、その分プロテインの含有量自体は、まあ、下がっちゃうんですけど、それでもですね、まあ、自然の原料のみということで、まあ、体の反応もね、悪くない。やっぱり、こういうのはちゃんと、まあ、よくね、まあ、僕はすごく感じるんですけど、人工甘味料をいっぱい使ってるプロテインとかを飲むと結構体が冷える感じがするんですね。消化が多分ちゃんとされてないんだと思うんですけど、もうスムーズに消化されるんで、もう全然、もうむしろ体がちゃんと温まってくれます。はい、なんていうんですかね、食事、誘発性熱産生っていうやつですね。はい、これがしっかり起こると。これが実際に溶かしたものですね。はい、まあ、通常の溶き方で溶いてるんですけど、よく溶けてます。ね、ほぼ残らないです。ちゃんと溶け切ります。はい、もう本当にね、中身が少ないから逆に紹介することも少ないんですけど、原材料もう本当にホエイタンパクと、ココアパウダーと、ステビアだけでございます。で、こちらの商品はですね、フレーバーが3種類ありまして、で、今これ僕が買ったのがココアです。で、あとコーヒーと、あと抹茶もあります。で、全部ですね、今日現在、今2021年の、8月の今2日に撮ってます、この動画で、5880円ですね。はい、で、プレーンだと、まあ、同じ量で、4980円になります。はい、こうなってくると1キロあたりの金額がもう1660円、めちゃくちゃ安いですね。はい、素晴
晴らしい。で、プレーンのものに至ってはもはや、原材料としてはホエイプロテインのみしか書いてないようですやばいっすね、素晴らしいですね。いやー、これは本当に求めてました。ホエイプロテインで人工甘味料使ってない、味付けがされてるプロテイン、いやこれは、いや革命ですね。いや他にないっすもん。だってこのホエイプロテインでっていうところですね、ソイプロテインでとか、であとプレーンのものであれば、まあ、あの他のメーカーさんだったりとか、まあ、僕がいつも飲んでるハイクリアさんとかね、あの人工甘味料使用のそういうプロテインがあるんですけど、ホエイプロテインで人工甘味料使用、わ、まあ、今のところ、まあ、国内のメーカーだとここぐらいかな、まあ、海外製品というかね、あの海外本社の会社さんとかだと、まあ、たまにあったりとかするんですけど、国内ですね、これ、株式会社発酵商会、はい、国産でございます、はい、いや求めてました、こちら、素晴らしい、安い金額ですね。だってこのフレーバーありのやつでも5880円っていうことは、まあ、2000円切ってるんですよ、単純に1キロあたりです。いやこれどうですか、ドラッグストアのやつとかと比べてもめちゃくちゃ安いと思いますよね。いやーよかった、いや今回はマジで、これは本当見つけてよかったです。はい、で一応、今ちょっとこう調べながら喋らせてもらってるんですけど、1キロパッケージもあります。はい、同じリミテストさんのやつで、当然ね、人工甘味料不使用のもので1キロパックもあるんですけど、まあ、やっぱりどうしても、パッケージを小さくすると若干お値段が上がります。まあ、他の通常の1キロのやつと同じぐらいの感じですね、2480円か、同じココアフレーバーだと、はい、でプレーンだと1820円という感じで、はい、やっぱり3キロ買った方が圧倒的にお得です。値段もね1200円以上変わってきますよね、3キロと1キロで比べちゃうと。いやーめちゃくちゃいいもん見つけました、本当におすすめ、もう本当におすすめで、中身を、ね、はい、こういう状態、はい、でスプーン、ちょっと大きめのスプーンが入ってるんで、これを、ブロックのスプーン3本、これごそっと取ってこんな感じで、これを3杯です。でかなりね、粉の感じが軽いっていうか、結構粉飛ぶ感じのタイプなんで、まあ甘味料入ってないからだと思うんですけど、はい、まあ取り扱いに注意していただいてっていうことで、いやもう本当今日はこれだけです。はい、もういいもん見つけましたっていう報告です。はい、皆さんも興味があったら買ってみてください。一応動画のリンクは、載せておきます。もう超おすすめこればっかりさっきから、はい、まあ嬉しい報告っていうことでした。はい、もう今日はねもうこれだけです。はい、もう満足した。はい、それじゃあ今日の動画はここまで。